お、来た来た。いらっしゃいませ。むくやじつ。よっと、あと1分か。こうで。こう。あ、あれも電気自動車か。よし。寒い。いらっしゃいませ。ストーム流延長改めてオン。寒いんです。あ、頭痛はないんですけど今のところ。あ、これ、 GoPro の動画には載るけど構想には載ってません。あ。ゼロ開始。大丈夫でしょうか。あれ、いきなり上り速度出てない。100しか出てない。いらっしゃいませ。100しか出てない。100 110 70 100、いきなり電波悪いですね。え、動いてますか。 100kbps 程度じゃ映像出てないと思うんですけど。あ、それか、一瞬出て止まる感じかな。まあとりあえず行きますね。で、どこに行くかっていうのも含めてこれから説明しますので少々お待ちを。静止画ですよね、やっぱ。エリア内なのに、どういうこと？ちょっと待ちを。さて、で、肩紐かけ。おはようございます。で、腰ベルト通して五能線。そうですか。私はあそこは土砂降りだったんで、大雨、あの記録的な大雨で五能線がぶっちぎれた時だったんで、システム確実そうかも。今ですね、道の駅なんて言ったっけ、万葉の、違う、遣唐使ふるさと館ってとこです。で、昼飯のバイキング食って、その後ゆっくりしながら宿を検討して、で、本当は今日、あ、今行ってんのかなこれ、港まで戻って明日の朝一の便で神事に渡るつもりだったんですけど、飽きてますかね、だったんですけど、港まで30キロ、ショートカットすれば20キロちょいなんですけど、移動するの嫌になってきて、せめて明日午前中だけでもこっち、この福江島回りたいと思って、体調がいまいち良くないんですよ。なんと今日30キロまだ走ってきてないんです。あんなに苦労したのに。で、体調悪いんだろうなと思って、もう今ここから直行すれば5キロぐらい、5キロもないかな、のユースホステルにさっき電話しました。ふう、ただ直行してもですね、17時まではちょっと待ってくれって言われてるので、あ、さっき私が急に予約入れたんで、これから掃除とかしますんでとか言われたので、なのでちょっとこのミイラク半島をぐるっと回ってこようかなと思ってます。それでも15キロぐらい。さて、電波良くなるかな、走ってったら。悪くなる気もするな。遣唐使、私は遣唐使っていうか、ケビー氏って文字列が頭の中に強く残ってて、平安京エイリアンの、そうそう、平安京エイリアンの今多分かぶったんだろうな。うう、
寒いな、じっとしてたら道の駅の中にいてもですね、そんなに暖房強く効いてないのと体調が悪いせいだと思うんですけど、結構寒くて、とりあえずミイラク半島を回ります。ん？ウォームジア？大丈夫？まあまだ気分悪いとかいうレベルじゃないんですけど、明らかに走れなくなってる。あとこの後もちょっと雨予報あるんですよね。昨日の寒さでやられたか、今日の寒さかもしれない。インフルエンザ、関節そうかも。私は風邪の症状出るときはなんか一気に出るんですよね。頭痛くなって、関節痛くなって、走れなくなってます。 あと今日向かい風がかなりひどかったんで、それもあって進んでないのもあるんですけどね。あの途中、坂道下ってきてる途中に、あの風があまりにもひどくて止まってしまいました。進まなくなったよ。やった。で、17時までちょっと時間潰しかねて、ん？あ、今なんて、時間潰しかねてぐるっと回ります。もともとの予定ルートでぐるっと回る予定だ、あの予定ルートでぐるっと回る予定だったので、あれは違う、あれは違う。今日はもう17時にすぐニュースに入って、ショートカットして、なんかこの福江島がですね、途中景色ろくに楽しめてないんで、まあ何か所か綺麗なところあったんですけど、港までも行かずにもうここで一泊します。港まで行く元気もなくなってしまった。港まで予定ルートだと30キロちょいなんですけど、アップダウンも少しあるんで、まあそれ言ったらこの半島もあるか。残り30キロちょいを走る気力をなくしてしまいました。いや、寝てはいないんですけどね。ただもともとはさっき昼飯食った後ぐらいの時は、とりあえず港までは戻ろうと思って、カメラ、ああそうかも、カメラが時々接触の問題が止まるんですよね。ちょっとお待ちを。いや、これは電波ですね。多分これ電波ですね。ちょっともう一遍ストリーム送り直してみます。ちょっとお待ちください。音声のビットレートはそんなに高くないよな。なんでだろう、そんなにも来ないなんてことがあるか。これで送り直してどうかな。1万円、あ、上がった。ああ、速度上がりましたね。よくわからんけど。ああ、でもまた落ちた。上がった。不安定ですね。ひどいようだったらまた通常発信に切り替えます。それでも続けられるかどうかわかんないな。ああ、近くに泊まるとでも決めたら気楽でいいですね。疲れたら直行すりゃいいんだし。あ？またダメか。無理ですね。ふとふと、ああ、そう、気楽に行かないと。しかしこの島に3日間もいることになるとは思わなかったけどな。このサイズの島で、まあでも小豆島でも同じような感じだったしな。こんにちは。あと紙ごとどうするかまだ全然決めてないんですよ。
猫、あ、映ってました。あの辺り電波が、宿はこの近くのユースホステルにさっき連絡しました。夕食もなんとかしますって言われました。申し訳ない。で、今日本当港の方まで戻ろうと思ってたんですけど、あの疲れちゃったんでここに泊まろうと思ってて行ったら妙に笑われましたね。ユースのお母さんに、あ、連泊の、いや昨日のとこじゃなくて、路面、そうですね、なんとかしますと言ってもらえてしまいました。一応の言い方としては、夕食はちょっと今の時間だと厳しいですよねっていう、決してなんか圧力をかけるような言い方はしなかったんですけど、他にそうじゃないかなと思うんですよね。1年沖縄ですね。環境で言ったらやっぱ沖縄走る方が100倍良かったな。今回しかも雨降られてるし、まあ、でも来たことないところに来るっていうのが私としては一番優先度高いんで、猫撫でました。あの猫全く甘えやがって、全く可愛くてけしからんかったですね。食事、昨日も今日の昼ご飯もあれバイキングでしたけど、腹ペイ届きました。美味しかったです。九州に、あさって帰るとしたら神事、あれ中通島っていうんですかね、けしかりませんでしたね。けしかりません。あの中通島っていうのが神事のことなんですけど、中通島から昼に出て夜7時ぐらいに博多に着くやつあるんですよね。一応それで実家には帰れるけど、あんまりギリギリ帰るのもあれかな。何猫はで、どうしようかな。こっからショートカットして向こうの方に向かうかな。途中飛行場はあるんですけど、大してあの本当にただの四角く、大雑把に四角く囲われた原っぱだったんで、初めての、ああ、いやでもそこが魅力あるんですけどね。プレッシャーっていうのはあんまりないかな。あのルート作って GPS に入れてるんで迷いようがないんですよ。迷いようがないのに迷えるのがちょっと私のすごいところなんですけどね。迷うというか道を間違う。こっち側から行こう。あんこ餅、私はこっちであのやっつけ団子っていうのをいただきました。どこら辺がやっつけで団子なのかわからなかったけど、なんかクレープの皮にあのこしあんを塗ってぐるぐる巻いたような感じのやつでした。でやっつけ団子で検索したら出てこないんですよ。あのブログで個人の人が適当な団子作ったって意味でやっつけ団子って書いてたのと、あと宝山団子でゴキブリをやっつけようっていうのばっかり引っかかっちゃって、やっつけ団子って郷土料理みたいなもんじゃないんですね。うん、あーなんて、うん、見てる、何を、走り始めると少し暖かくなってくるな。あ、ちなみに音量とか大丈夫でしょうか。さっき音声バランスがえらい崩れてたんで調整したんですけど、やっつける団子しか出てこないんです、検索すると。だからあれは道の駅オリジナルかもしれないですね。地元のお母さんたちみたいな。あれでもお餅って言ってもクレープの皮って感じでした。ちょっと音量バランス厳しかったら教えてください。調整します。団子、新子餅は松の山温泉とかあの新潟の首都地方のやつでしたっけ。新子餅はケイダンプ、あ、てこと映像映ってるのか今。少しはじゃあマシになったんですかね、電波状況が。救車、
確かにこの辺り、あの航空写真で見るとなんかいろんな形の畑が集まっててなかなか綺麗でしたよ。それもあってあのこの半島回ろうというルートにしたんですけどね、今日の予定ルートは。おー、あ、大丈夫ですか、ありがとうございます。おー、あ、ふとふと、そっちは調整ではどうにもならないですね。車が意外と通るな。長崎芋かな。あ、そういえばさっきあのカンコロも使ってきました。道の駅で一口サイズの小さいやつお試しとして。畑の緑色が濃いな。おお、これ何が噂ってんのか。海岸線結構ありますけどね、今いるところは半島の付け根のあたりなんで少し内陸の方です。この先海沿い出るんだったっけ。あ、でも、あ、確かに断崖絶壁みたいなところは結構あったと思います。今日途中通ってきたとことか。あ、年末か。おせち料理とかこれから作る人もいるんですかね。もう2日ぐらい前から。悪くなってる。まあ、今回ここはさすがにちょっとでもエリア内なんだけどな。とりあえず急がなくてよくなると本当楽になる。ビジョン配信かな。ん？アンテナ？フォーマのアンテナどこにあるんですかね。アンテナというか中継局基地局か。この手に入れたぞ。いちごは正月価格でバナナにした。なんか微妙に日本語になってない気がしたけど、なってるのかな。見たことないけど今の仮面ライダーは果物なんですよね。どんぐりとかバナナとかメロンとかいちごもいるんだっけ。あ、本館ですか。米にした。米をつけばいいんじゃないかな。多分あの米のペーストができるから。それついた餅もいいけど、萩のもち米もうまいですよね。つく前のお餅みたいな感じで、感じでというか多分そのまんまか。ここまでなんか結構山道っぽいとこばっかり走ってきたから、こういう少し平たいとこもいいですね。この木は音声、あ、通常配信しますかね。あの雨季が漁業で使われるあのでっかい雨季がたくさんなってる木があります。雨季をこうやって作るんですね。ですね。じゃあ通常配信しますかね。どっちにしろまともな放送じゃなくなりそうですけどなくなってますけどかな。
通信厳しいな。上り下り、まあそんなにでもなかったです。通常配信、ストーブ禁止、厳しいな。これで上り速度が、あまり上がらないですね。多分これも声がメインになると思います。よし、まあ一枚は今ので行ったと思いますけど、動かないですよね、おそらく。エアコンはなんかチャンネルしかない、チャンネル、バリバリし始めました。なるほど。それは確かに。こたつで寝ると私の場合は相当な確率で風邪ひくんですよね。あれなんでなんだろう。あったかいはずなのに。あったかすぎて体調崩すってことなのかな、あれは。教会あるんだったっけ。ガソリンを使うから。また猫だ。小さい。かんころ餅はですね、さつまいも、乾燥させたさつまいもをさらに突き込んだ餅だったかな、確か。確かそういうものだったと思います。自転車楽しい、今質問されたのかな。楽しいかと言われると環境次第です。今日の午前中みたいに雨に降られっぱなしだとちょっと嫌な気分になりますね。イラッときますね。天気の神様舐めてるのかと思いますね。燃料補給、さっきバイキング割と遅めの時間に食べたんで、ユースの夕食が、まあユースだから多分大丈夫だね。民宿みたいに、昨日のあの浜辺総さん、民宿浜辺さんみたいにすごい量が出てきたりすることは多分ないと思うから。でもあそこの美味しかったな。なんかお正月がない。あ、登ってます。食費が、あの自転車乗りの食費がかさむっていう考え方は、それ自転車を乗らない日は食事をしないっていうのと比較しなきゃ不公平ですよね。おせち、今年のおせちは妹が作ってるかな、母が作ってるかな、かな。そういや昨日のブリの刺身本当美味しかった。カニ？なぜカニ？こっちの衛星写真だとあっちこっち集落があって、野菜ってただなんだ。実家の後もゆっくりして、あの4日かなの飛行機で帰るつもりですけど、ただのスカイマークで今回長崎に来るときに機内市に東方村っていう、あれ東の方は何だったかな、東方村っていう村が紹介されてて、あのそれ見てあのグッと来たんで、あの佐賀県との間だったっけ、
どっかの福岡の県境近くにあるんですよ、カニ。あの東峰村って行ってみたいな。道路で止まってますか。電波かウェブカメラの問題か。電波ですね。すいません、電波がないだけです。通信データの通信の帯域が狭いだけです。まあ規制食らってるところもあると思うんですけど、計画してる。なんか経済的な面でっていうところは後からついてくるもんであって、それのために自転車乗るって人はあんまりいないじゃないですかね。後付けで、私も自転車乗り始めた後付けでエコっぽくなってきたけど、エコのために自転車乗り始めたわけじゃない。通勤、自鉄が一番、自鉄が一番鍛えるというか体力維持にはいいですよね。降ってきた。水ですか。カメレオンテです。カメレオンテの中でもマウンテンバイクコンポのカメレオンテ3です。またぎながら、電気ジャイアント。私はロードバイクはドロップハンドルの姿勢と、あとブレーキの効かなさが苦手で乗ってないんですけど、終了5分前、見苦しいとまで言わないですけど、そこまで言わないですけど、安い自転車、うん。なんか私は自転車の重さって走行するときよりも輪行のときの方が私は影響を感じるんですよね。乗ってるときは荷物積んでるから大して変わらん、誤差だし。実際先見性、先見してないから後から出てきたと思うんですけど、うん、あーなんてなんて、はあ、2万くらいの自転車ダメってことは全くないと思います。はあ、延長できてないみたいですね。確か今のこっちのツールだと5分前に動くはず。私もマウンテンバイクとスリックタイヤの組み合わせで、である。いや嫌いじゃないです。ドロップハンドル否定派じゃないんです。苦手って言ってるだけです。私個人が。無垢や実。延長出ないな。あ、出た。これって57、3分前に動くんだっけ。確か5分前に動くんじゃなかったっけ。働かないっぽいですね。やっぱ働かないな。お正月は、いや特に手動延長しました、しているところです。タイヤ歪み、何の話。五の浦、塩水方面、スケアミ。スケアミってのはスケソーダのスケですかね。いや、スケソーダのだったらタラじゃないか、多分。延長いたしました。タイヤだけ延長しました。手で高い自転車、硬いサドルがよくついてますよね。でそれは快適な人もいるんだけど、そうじゃない人もいる。私は硬いの超苦手です。ギアが離れて、段と段の間の落差がでかいってことかな。つけつけ、お、なんかいい感じの
これ前に生えてるのは椿じゃないかな。年末年始、私は明後日までは多分放送します。明日は城なんとか山っていうところに登って景色見たい。ここから10キロも行かないあたりに山があって、ギアの使い方知ってますけど、クッションすごい。でさっから映像はそういや来てるんですかね。あの島どれだ。私のサドルはどうかな。よっと、あの島はどの島、なんか離島、ここから一応船で行けるやつだ。なんて島だったかな。形が変わってますね。山に登る、そうそう、それもわかんないです。ん、正月の前雑煮配信とかしましたけどね。寒さが和らぐな。押し歩き、うん。大晦日は実家に帰りますけど、何時かわかんないです。今のままだと、上五島に渡ってそこから大晦日の3ドル、大晦日の300いくらぐらいか、大晦日の昼過ぎのフェリーに乗って6時間以上かかって。博多港に7時前に着いて、夜7時前にで、そこから移動して夜9時ぐらいには家に着くかな。9時か8時過ぎか。おー、風が、お雑煮がなんて、大晦日も元旦もなんか年末年始がない人多いな。ちなみに私は2000年問題の年は年越しは会社でしたけどね。何も起きなかったよ。自分の小説関わってるところでは、関わってないところで問題が起きたらしい。Y2K 問題、 Y2K って今通じるのかな。もう13年前の出来事だからY2K の次もなんか区切り、桁だったか何だったか変わる話があったような気がしたけど、日本一周、ああでもそれはなんかレールに乗せられた人生なんてとか言いそうじゃないですか。風きついです。今日特にきつかったです。でもって風が冷たくて、もういい加減にしろと思ってました。会社のシステム担当かどうか秘密、特定されるから秘密。北関東だからっていうのは関係ないです、多分。どっち行くんだっけ、これは。ゆうちょ銀行、特定すんな。あれ、そう、 Y2K この道乗ってないな、左右のやつは。まあこの古い道の方行くか。Y2K 一応知らない人がいたら、でも多分これ見てる人は40代の人が多いだろうから、やっぱり説明しなくていいや。多分知ってると思う。うん。2000。あ、お？あれ？あ、右の方だったか。
合によっちゃ現場で。まあ予想できないですからね、何が起こるか。その Windows 自体だってどうなるか分かんなかったし、 OS のレベルで言うと MacOS の方は問題なかったんだっけ。そう、私も若手でニュービーで入社してまだ10年に満たない頃だったかな。っていうか10年経ってたっけ。ん、次の旅行はまだ未定ですけど、これでもう県としては一通り走ってしまったんで、まだ走ってない場所を探さなきゃいけないですね。長崎だって今回走ってるところはえらい偏ってるから、佐世保なり島原なりどこでもされましたか。そういうレベルか。この半島電波あるはずなのに、でもこの半島の雰囲気なかなかいいです。 どっかに似てる気がするんだけど、宮城あります。宮城は仙台から出たことも何度もあるし、去年と今年仙台から出発して三陸海岸の方行って、伊豆島過去2回行ってるんですけど、あそこ電波ないんですよ。三宅島行ってない、あと小笠原行ってない。あそこは1週間以上休み取んなきゃいけないみたいだから、景色が、でも私こういうとこ大好きです。海外は今考えてません。南大東島行ったことない。最北は添え岬は行きました。あと礼文島の端っこも行ったし、稚内の先のあのノシャップ岬も行きました。国内だとそんなもんですよね、北の方っていうと。 あとは本州は尻屋崎の方でしたっけ。最北端は、おはようございます。友人は政治絡みの話か。この右か左かどっちかめ、神津島か。あそこは今はどうなってるんでしたっけ。小笠原飛行場作ってるんじゃなかったですかね。今まだできてないんじゃなかったっけ。それともまだ案のレベルだったかな。船酔いでカトリック墓地、うん、小笠原普通船ですよね。スケアンオールドフィッシャーズトラップ、小笠原自転車、そうですか。おお。こっちは行き止まりか。まあ、まっすぐ行くかな。カトリック墓地まで片道 2.5 キロはちょっときつい。父島、怒ってますよ。超怒ってますよ。今何怒ったっけ。もう忘れた。そう、空港とあと飛行場もあります、自衛隊の方の。ただ、さっき飛行場見てきたら原っぱがあるだけで全然滑走路とかなかったんですよ。お、雲の隙間からの光の線が、工房が、この椿の感じがやっぱり伊豆島に似てるのかな。過労気味、私は今日は結構疲れた感じですけど、でも今走り始めたら道の駅の中でぐったりした 時よりは元気出てきましたね。大体こういうもんだな、一旦走ってしまえば割となんとかなる。でもなかなかそれを超えるのが、最初の段階で超えるのが敷居が高くて、何起こったんだったっけ今本当に。県はもうこれで全部行きました、多分間違ってなければ。ただかすめただけの県とかも多いんで、大阪もそうだし、岡山とかもろくに走ってないよな。
片鉄マラソンと片鉄させた時、あれ岡山でしたっけ。そう、道の駅でこれもう今日ダメだと思って、ん、何を決めましょう。昨日は40キロ台じゃないかなと思います。長崎花って全国にないですか。長崎花、確か鹿児島でも長崎花って見たような。今日はここまで20キロちょい走ったのと、この半島一周15キロぐらいなんで40キロ弱ですね。あとキャベツ畑にあのビールケースじゃないけど、ああいうプラスチックの樹脂製の箱が転がりまくってます。全部でこれ100個以上あるよな。これ一体どういう、どうなってんだこれ。キャベツ畑にあの箱いっぱい放り込んでぐちゃぐちゃにかきましたみたいな状態になってます。何があったのか。これはそれより中だとのし鶏かな、くるみとかケシの実とか入れた、あの入れてあの板状に焼いた鶏肉です。動きませんか、すいません。今日もろくに放送できてないですね。電波的なもんでどうしようもないのか、私のフォーマー回線選んでるのが悪いのか。あ、数の子はそんなに好きではない、いや嫌いじゃないんだけど、今はそのコレステローラー的に気をつけなきゃいけないから。卵類がなんとかじゃないんでしたっけ、確か。よく分からずに忌避してます。忌避、本当にチャットワークだなこれ。じゃあチャットというか音声チャットワーク、自転車車載なのに、そして結構私が好きな景色なのに。子豚を食べるのなんとかコメントで言われてるけど、なんかのネタですかね。お、なんか言う、ん、鳥か今のは。カズノコはコレステロールなんでしたっけ。なんかプリン体とかそういう系統のもんじゃないですか、魚卵だから。イメージだけで言ってます。結構細くていい道ですよこの辺り。ちょ、これ予定ルートだよな。焼かないですね、うちは茹でるだけです。丸餅です。ん、昨日豚、子豚を食べたって、あえて子豚って言った覚えはあまりないんだけど、ありましたっけ。なんか豚を食べる、豚は結局食べるみたいな話をしたことはあったと思うけど、昨日の養豚場のあたりですかね。そう、子豚とか牛とかいくら可愛いと思ったって結局食べるんだから。まあでも可愛いと思う気持ちと食べてしまうっていうのは両立させても全然問題ないんですよね。可愛いと思うし食べる、ただかわいそうだから食べられないっていうことを言い始めるとちょっと矛盾がある感じなんですよね。他の可愛いと言ってるものも結構食べてるのに。かわいそうっていうのも、所詮人間なんて。豚ちゃんなんだっけな、あ、
珍しい。でも鳥は OK だからウサギも鳥の一種とすれば食べていいんでしたよね。はい、姉ちゃん。花公園、長崎花の方の公園ですかね、さっきの。あ、ここ分岐で左か、違う、もうちょい先だ。そう、三味線の音も。猫はなんか偏愛されてると思うんですよね。韓国は結構近かったですよね、地図上。割とすぐ近くにあの海の上の国境線が引いてあったような気がする。見える距離には十分あるんじゃないですかね。ただ韓国側がそれなりの高い山とかがないと。長崎ですよね。そう、顔の花なんですけど、岬みたいな意味なんじゃないですかね、あの花っていうのは。また猫だ、逃げた。この島意外と猫多い。どこ行った。長崎花っていうのは鹿児島でも見たような気がします。だから長崎県のって意味じゃないんじゃないですかね、長崎花は。なんかこの辺りが今まで走ってきた中で一番島っぽいな。愛の島とかもこんな感じの場所があったし。で、今ここ多分行ってますよね。この半島の一番先、あの北側の方にある柏っていう市街地に向かいます。この道スケシュー、もう GoPro 映像にご期待くださいしか言えないな。真っ暗映像で私が歯入ってるだけですよね。見えました。あ、行ってますよね。ありがとうございます。ん、映像が、ナイキがちょっと登ってますね。まだ登ってる。で、道としては周りはこれ椿とか椿を含む雑木林みたいなところに囲まれた細めの道です。あの建物とか一切見えません。山ん中っぽいというか島らしい感じがする。あ、石垣がある。だからなんかあの寒、冷たい空気のつけなんとか、冷たい空気の気管への影響を考えると鼻から吸い込んで口から吐いた方がなんとなくいいような気がするんですけど、気のせいですかね。トレンド、いや日本中やっぱそうですよね。ってことは細長く伸びた岬とかが全部長崎なんですかね。せからしか、せからしかやかましかっていうのもありますけどね。そっちの方が標準語に近いな。おお。椿の間の道が鼻毛伸びるってことはないな。いや、鼻毛は伸びるんだけれども、自転車だからってことは多分ないじゃないですかね。
環境によるんじゃないかな。ただ排ガスが多いところで生活してたら鼻毛が伸びるかっていうと、鼻毛ってそんな大して空気浄化能力ないですよね。よほどでかいホコリじゃないと。なんかそれで鼻毛が伸びるってどんだけ進化が早いんだって思っちゃいますけどね。ネイティブセカラシカーガですか。でもセカラシカーガ使ったことないです、私は。あとシェカラシーとかも言いますよね。よりなんか博多っぽい感じがする、シェカラシー。ロシア語みたいかな。とてもこれなんか市街地につながってる道に思えないようなとこです。あ、雑木はそんな感じです。カラスウリだ今の。この辺りは結構面白いですね。こういう景色好きなんで。ただ道路走ってるよりよっぽど面白いです。まあ今道路は走ってるけど、景色的にこういうとこ好きです。特になんか裏道っぽいところ走ると情報量的に大きい気がして、当たり前の道通ったら情報量少ない気がします。坂本龍馬はセカラスカじゃないんでは、土佐弁ですよね。あそこはなんて言うんだろう。自転車のことなら何でも任せてくださいよ。もうって言ってそこから先が出てこない。なんだ、レースか。レースとか、あとトライアスロンとか。レースとトライアスロン同じようなもんか。レースに含まれるか。あと自転車でなんかそういうスポーティーな話は何かあったっけ。じゃあブルペも、いまだにブルペの地名プラス月日っていう名前の付け方が気になる。なんで距離しないんだろう。日付そんな重要かな、あれ。例えば何があったっけ。猫かわいいですね。今日の猫はかわいかったな。許されないぐらいかわいかったです。なんでブルベは距離を後ろにつけないのか。その紛らわしい日付だったりすると、距離と間違いそうな日付だったりすると非常に紛らわしいと思うんですけど。やった。あ、ブルベ知らない人いたらすいません。武田鉄矢、あ、演じたことあったのかな。お、あれ島か。あの猫可愛かったですね。参りましたよ、全く。それでも餌はやらなかったですけどね。猫に餌やらないの私のポリシーだから。ごは、そう、私に懐くってことは相当なもんですね、あれは。多分どんな人にだってあんな風にしてしまうに違いない。デレデレ猫か。登場の仕方からしてなんか狙ってる感じがしましたよ。最初にガラス窓の向こうからちょっとだけ顔を覗かせて、顔を傾けてこっちを見てるっていう。市街地はどっちだっけ。この道沿いでいいのかな。三浦半島もありますよね。せっかくだから海沿いの方行ってみるかな。皆さんに映像はまたずっと来てないんですね。今海岸の方に向かって、海岸というか海沿いの道に向かってます。
多分これは誘ってましたね。ネズミ絶対取らないね、あんなやつは。まあでもあれなんは子猫というか中猫ぐらいだったんで、いやそれとネズミ取るかどうか関係ないか。動き始めた。本当ですか。また私に、私のこと可愛いとか言ってこの私の心を弱めようとしてますね。自分のことを可愛いと思ってる堕落野郎にさせようとしてますね。負けませんよ。飛び出しました。この辺りは伊豆半島に似たところ、伊豆半島じゃない、伊豆大島にこんな感じのところありますね。あ、でもこんな風に周りもこんな、なんていうのかな、ススキじゃないけどこういう枯れ野な感じのところはあんまりなかったな。お、あれ墓か。取ったんで、あ、灯台だ。あっていうほどでもないけど灯台だ。あ、なかなか景色いいですねここ。半島感が。なかなかのもんですね。来ましたか。海の色見えてますか。手前はエメラルドグリーンっぽいけど、向こうの方超あの黒に近い紺色ですね。動いた。灯台があります。灯台が、まあでっかい灯台じゃなくて寒そう。今気温はですね、さっきよりはだいぶ暖かくなってきたけど、これは多分私が走ってるからだな。そう、どん天です。いや、やけっぱち、やけのやんぱちですね。多分あの平気の平左衛門と一緒で人名っぽく言う言い方だと思います。やけのやんぱち、違うかもしれないけど。昭和枯れすすき見えますか。あの工房、家がパラパラある感じですかね。あの海沿いの家らしいですね。あの灰色っぽくなってる、あの海風にさらされてかな。あ、覚えてます。向こうの方の工房見えてますかね。結構綺麗ですよ。船越英一郎さん、こういう景色が全部船越英一郎っていうのは見当し、今のこの海の状態見ると正気じゃないですね。あ、園長了解です。書いてある看板は、こっちは高崎花まで 2.7 キロか。柏崎遣唐使近代捕鯨遺跡。じゃあ延長します。北朝鮮延長、見事に自動延長効いてないな。シーシェパード、あ、クジラだからですね。あの意外とというか、体を動かしてるから寒くなくなってきました。じっとしてるよりよっぽどマシだなこれ。できて手動延長またしました。ここからどっち向かうかな。うん、ブルってましたよ。寒かったです。明日は雨の予報ではなかったはず。6時台にちょっと雨があったかな。で、あの昼前のフェリーで次の島に渡ろうと思ってるんで、やっぱりイベントリアの、わー、ございます。横風が、あ、おお、おお、すいません。砂がなんて、なんか動き始めたみたいですね。小さい灯台だけど、なんかそこに、この人は誰？そう、海目の前です。この人は弘法大師とか松尾芭蕉とかの類の人ですかね。あれは誰ですかね。自本街、空海だから弘法大師か。全国どこでも
時っす。声が遠い。ん？声遠いですか？マイクの位置は変わってないけど。ちょっとマイクの位置確認します。今回って検討したかな。あ、聞こえ、まあ、そうですか。韓国はこの天気じゃ見えないんじゃないですかね、仮に見えるとしても。そう、川を枯らした、すみません、あの大根川の話で散々私空海さんの悪口言ってるんで、村人に村人に大根くれと言ったらくれなかったから怒って川を干上がらせて、で村人が謝りに来たっていう。高森さん、シュール。うん、思いっきり電柱入るな。そういう水高いみたいな言い方を私はしてるんですよ。ただ聞いた話だとそういうふうに思えるんで。でも多分大根川のその弘法大師の伝説っていうのは町のホームページとかに載ってんじゃないかな。私がもしかしたら無意識のうちに脚色してしまってるかもしれないんで。お、これがあるってことは犬がいるかな。いないか。おお。ん？海岸が石だらけに。それもなんか弘法大師の欲求満たさなかったからひどい目に遭ったとかいう話ですか。大根川、大根川、あ、大根川か。向こうに見えてるのは、あれは向きから言うと、ちょっと待ってください。西行。あれ？向こうに見えてるあれはなんだ？どれだ？だいたい北側向いてるはずだから。いや、北向いてない。今向いてるのは、南側か、これ向いてるの。あれ、ちょっと待った、ぐるっと回っ、あれ、どうなってる。向こうに見えてるあの陸地はどの陸地だ。地図で見てもどこだかわからなくなりました。そう、わかんなくなってます。右手には太陽見えてるから、私が向いてる方向は南のはずですよね。南ってことはこれから走っていこうとしてた方の山々やっぱ。今日もともと走る予定だったあたりかな、あっちは。アトランティス。工事が出る？工事。この大陸。今のカードはなんとか号って書いてあった。持ち号って書いてあったように見えたけど、気のせいだよね、いくらなんでも。カタカナで持ち号って書いてあったように見えたけど、おそらく気のせい。ちょっと来てよかったですね。ん？もう収録。港に来た。うん。私は持ちは、ついた餅が大好きです。スワマ系も嫌いじゃないが、もち米の餅にはかなわない。ん？どこに住んでる？そう、ユース日記です。ん？のんきで大丈夫？ユースまではこっからですね、多分もう10キロ切ってるはずです。そう、三井サンセットユースホステルっていうところに泊まります。今日は餅をたらふく、いいよと。あそこのあれ なんですかね、養殖かなんかのためのあの足場にカモメがワンサが止まってます。漁船、あ、映像来てますか今。あ、さっきのカープのおばあさん。これこっちに行ってしまうと上に上がれないかな。一応行ってみるか。あ、そうそう、最西端に近いんでしたっけ今ここは、とかいうコメントで聞いたような気がします。
でもそれだったらなんか最西端のなんとかみたいな、まあ、観光地というかそういう表示があってもおかしくないですけどね。うわ、向こうもカモメいっぱいいる。日本の電池、あ、カートか。なんか切れてる風なおじいさん前見かけて、近くのお家の方まで押したことありますよ。なんたって私は人徳者なので。何でしたっけ、やらないん、やらない善よりやる偽善でしたっけっていう、あれは一体誰の言葉なんですかね。もしかしたら漫画家なんかのネタかもしれないな。柏神社、空海がそんなこと言ったんですか、本当に。それはさっき空海さんがいたからだろう。あ、いや、そんなことないよな。そう、偽善でもやった方が結果はいいはずだから。あと自分で偽善って言っときゃ、なんかあの偽善者名って言われてもそうっていうだけで済むから楽なんですよね。電気ストーブ、電気ストーブか。電気ストーブはなんか私の頭の中のイメージだとまたあの言葉を使ってしまうけど、大学生の部屋に置いてある感じ。こっからは左でいいのかな。あとガラス板のテーブルも大学生の、部屋に置いてある感じ。杉様か。私は、こたつか石油ストーブかって言われるとこたつの方かな。石油ストーブは、まあ、いっぺん背中向けて足を、靴下履いた足を、その電気ストーブじゃなくて石油ストーブだったかな、に向かってブラブラさしてたら、いつの間にか靴下の先端が溶けてたことがある。接触してしまっててせみたいな。そう、ミノムシ派です。気がついたら靴下穴開いてたよ。あと寝袋に入ったまま台所に立って、お湯沸かすために夜間扱ってたら、寝袋の一部が夜間に接触して溶けて穴が開いた。ゴミ合うね、器具に。あーですか、こたつダメですか。そうなのか。で、それ以来気をつけるようにはしてます。ここにいますか。歩ける寝袋、あんまり保温性が高くなくて、あれはですね、部屋の中で使っても寒いじゃないかな。全く暖房入れてない冷えた部屋の中で使うと結構寒いと思いますよ。だって私は今部屋の中でマイナス対応の寝袋入ってて、それでも寒いぐらいだし。いよいよか。焼きそばのってありましたっけ。何を作って、何対応。ビッグダディは小豆島の子供が多い家族のお父さんなんでしたっけ。てっきりニコ生ネタかと思ったら、ネタじゃないです。ドッペルギャンガーっていうところが出してる安いやつと、あとどっかが出してる高いやつがあります。そう、歩ける寝袋ありますね。お掃除、子作りって、そんなにずっと継続的に有名な人なんですかね。特集の時だけ、そう、自分と同じ人が3人、世の中には3人いて、で、ドッペルギャンガーに会ってしまうと、物質と反物質みたいに爆発するっていうイメージです。
あの谷、ふう、今ここで標高30ぐらいか。確か50か60ぐらいのピークがどっかあったはず。またダーリンか。多分歌かなんかのネタだと思うんだけど、わかんねえ。そこそこ頑張ってます。坂道は、ん、寒いオーダーリン、あ、ダーリンか。戦闘機、もともと私は戦闘機の方にあのかっこよさを感じてて、あとドッペルゲンガーはあの太陽を背にして、なんか山のてっぺんとかのイメージがあるんだけど、太陽を背にして雲の方とかに自分の影が映るっていうのも、あれもドッペルゲンガー現象っていうんじゃないんでしたっけ。頑張らないの兵士の話で、遡ってる時に頑張らないっていうと、やつは頑張ってるじゃないかって陰口叩かれるのがオチなので、あの遡る時は無理しないって言い方を変えるんですよ。いとく、いとく、これが最後の登りかな。ニュースのチェックイン時間まであと20分。ん？それ違う。どれだっけ？トンとび。そう、ドップラー相当。ドップラー相当。地域子育て支援事業、聖母エンジェル広場。ああ、なんかカトリックっぽいですね。事故、あれ多分マリア像ってやつだ、あの白い。ドップラー相当、実際にそういうキャラクターがいたらしいんですけど、あれはヤマトなんだっけ。来年がヤマトか何か知らないけど、ドップラー相当っていう、相当だっけ、あ、ドッペルゲンガー現象じゃなくてブロッケン現象か。そうですね、そうでした、それはブロッケンです。ていうか、どんだけラグあるんだ。え、今の何分間空いて、ブラップラー、ダンガードエース、あ、そのドプラ相当かな。そう、ブロッケンジュニア、目が黒い。あ、ドプラ、ドプラじゃなくて、さっきのドッペルゲンガか。そうでしたね、ブロッケン現象でしたね、あれは。そうそう、その通り、ブロッケンジュニアか。三井さん、ラグだったのか、ググった結果でラグがあったのか。 LT だとこういう、あの僻地というか、こんな場所だと電波ないってイメージがあるんですけど、今は違うんですかね。自分を見ちゃう、ドッペルゲンガーのことかな。僻地、こんな場所、こっちはあの17時20分ぐらいです、日没が。冬眠こんなところ、こんなところって、あの精神病院のことをこんなところなんていうアニメがありましたね。ありましたで、私は見てはいないんだけど、ネタとして知ってる。こんなところ、思い出すのに拳銃、福
岡はなんか手榴弾とかでなんか群馬的な、群馬がそのなんだっけ、群馬が壁地とかいう話じゃないですよね。群馬が石器時代みたいな言われ方するのと同様に、あの福岡はあの手榴弾とかバズーカとかのイメージになっちゃってますよね。ていうかネットでそういう言いたいだけだろう、ネットで面白がってそう言ってるだけだろうが。バズーカって話じゃなかったかな、適当にイメージで言ってます。手榴弾だか手榴弾だかの話はあったんでしたよね。アパチ野球軍は名前知ってるけど見たことはないんですよ。歌も知ってるけど、リアルタイムじゃなかったのか、単にテレビ見てなかったのか、あとは福岡でネットされてなかったのかとか。純一を、そう、修羅の国とか、そう面白がって言ってる人多いんですよね。福岡は混じって、あの例えばあの殺人者が一人いたら、その県民は、あそこの県の県民は全員殺人者というのと同じですけどね。面白がって言ってるだけだろう。半分は事実だから、その一人とか二人とかのなんで県民全員に当てはめるのか私には分かんないです。まあネットで面白いからですよね。で、言われる側も楽しんでりゃいいんですけどね。戦言われる側が楽しんでなかったらあまり良くないと思うな。島根みたいに自虐ネタとかもある、ある、あれ島根じゃないか、広島でしたっけ、なんか惜しいとかなんとか自分で言ってたのは。そう、私も常にナイフは持ち歩いてないか、金属バット。それも何ですか、あの例えば博多で通勤時間とかにみんなが金属バット持って通勤してるのを見たんですか。用語が飛躍、そうですか。だってあの手榴弾なり金属バットもそうなんですか、事件があったんですかね。別に福岡じゃなくてもいいんですけどね、群馬の方もそう思うんですけど、なんでそのネタをいつまでも引っ張るかっていうと面白いからであって、でも福岡の修羅の国ネタはあんまりなんか面白いのかな。そんなに引っ張るほどのことでもないと思うんですけどね。まあ別にそれにいちいち突っ込まなくていいか。銃で撃たれたバズーカが、道しか見えない。あ、今映像流れてるのかな。福岡のこと悪く言うなってつもりはないんですけど、単にあの例によって人のこと悪く言ってる人が私はムカつくってだけです。だから悪く言ってるってんじゃなくて、みんなで面白がってるんだったら別にいいんですけどね。知らねえ、拳銃っていうとトカレフってイメージが、安そうだから。北九州か、それもひどいな。中学校か。ちょっと、あ、映像来てないですか。あ、ちょっと道外れた。ユースはどっち向きだったっけ。そろそろちょっと地図確認しながら行きます。さっきからカバンの中で充電してた iPhone を、あれ、どこ行った、あった。 iPhone もう 100% 近くなってる。ふるさとの子がどうですかね。まあ事件もそれなりにあるんじゃないですかね。いいようなですか。あ、まだ結構先だな。あ、いや、そうでもない。この道沿いでいいんだ。
この道沿いにずっと行ってりゃユースの近く行きますね。もう海沿いじゃなくていいか。よく見られる。でもそういう気分、あの落としめると気持ちいいって人がいて、体調は今のとこあの港まで行けたんじゃないかと思うぐらい体調は問題なくなってきました。まあでもこの半島回れたんで良かったです。うん、頭痛いっていうのもなくて、ただ口の周りがささくれてきてるのはわかる。唇周りが。ああ、でも雨降らなくてよかったな。もうちょいですね、ユース。そう、小川、二菱醤油が近いんで、二菱醤油あれは鉄道輸送とか使ってんのかな。野田市があれキッコーマンでしたっけ。前あの数ヶ月前、1年は経ってないよな、数ヶ月前に東武野田線走った時に、あれ野田市駅だったっけ、野田駅だったっけ、目の前がキッコーマンの工場で、元気になりますよね。回復してるのか。夕食、ただ昼にバイキングで結構食っちゃったんでまだ腹減ってないんですよ。さっからパラパラあちこちで椿が咲いてる。でここまで来るときにあんまり椿って見てなかったと思うんで、この三浦区の半島が特に椿多いんですかね。疾走感のある、そうか、ブレた状態で映ってるんですね。さっきからそういえば景色のこと全く言ってないよ。またなんかネットの悪口の話とかばっかりしてた。ここは、うん、田んぼの形面白いですよね、この辺り。ただ思ったほど あの航空写真で見た綺麗さは地上からだと見えない。割とこういう椿があの密集して生えてて周りが見えない感じ。お、そういや教会また見落としたな。どっかにあったはずなんですけどね。ただあの各教会に今日行ってきたの開津教会っていうところの立て看板ではやっぱり原則的にあの館内は教会内はあの撮影禁止なんだそうです。あそこらは、ま、丸いものがいっぱいあるからか。なので配信しながらどっちにしろ入れないんですけどね。で、あのその開津教会っていうとこ、とりあえずカメラも全部置いて、なんか見てくるだけ見てこようと思ったら閉まってました。年末だからなのか、時間的なもんなのか。
レーダーサイト、自衛隊の駐屯地ありますね。何駐屯地って言ったっけ。こっからもうちょい先まで行って右折か、次の曲がり角、確か航空写真だと、あのルートラボの写真だと基地の中にあの飛行機が、多分戦闘機だと思いますけど、飾ってあるのが見えます。外から見えるのかどうかわからないけど、衛星写真にはバッチリ写ってました。平戸ってどこだっけ。今のが一つ目か。動かなく申し訳ないです。多分もう宿に着くまではこの状態だと思うので、5分前ちょうど着くぐらいじゃないかな。延長しなくても5分以内にはおそらく着くと思います。というフラグで。これ違うか。違うな。公園プール、ここか。ここでもユースの案内も何も書いてないんですけど、多分ここ曲がるんですよね。うん、あそこになんか、あれが自衛隊の基地かな？近すぎるよな。あと3分弱。3分。釣り人見てないですね。うん、全然見てないです。諫早湾ってコメントかなり出てきますけど、そんな近いところでしたっけ。長崎っていう、長崎だから諫早湾って話なのかな。多分かなり離れてると思います。今回の旅行エリアとは全然違うところだと思います。長崎イコール諫早湾のイメージなのかな。本当にこれユースあるのかな。あの正解、いやまだ実際明るいです。あ、映像来てるか。とてもユースがあるように見えない。諫早湾なんかそんなに今有名なんですかね。なんだっけ、あの国が裁判所の指令通りにちゃんとやってないっていう話が諫早湾だったっけ。諫早湾、あ、それもなんか政治的な話ですか。
その左とか右の人ですか、どっちでもないのかもしれんけど。あ、建物ある。あ、ギリギリこれ配信間に合わないかな。まあいいや、とりあえずこのまま、この枠はもう映像もあまり来ないみたいだし終わります。で、多分一人だろうから宿配信もやると思います。市民ミラクプール18スキップ。ミラクスイミングクラブ、まあ、今年末休みでしょうね。明るいです。まだ日暮れ前です。あれ、ユース入り口どこだ。多分これじゃないんだろうな。あと5秒か。じゃあお疲れ様でした。あとは食事とかツイッターで流します。終わった。おお、海見えてる。標高50以上のところにあるのか。多分この看板が、お、あ、書いてある書いてある、ユースホステル。これスバルの、スバルショップが一軒あるだけかな。買い出しとかできなさそうだ。ちょっと向こうの様子を見てから。あ、店じゃないよな、あれは。民家か。こんなとこだったら食事が用意されなかったらまずかったな、これは。周り店とかそんな全然ないな。多分本当にそうなったら道の駅とかで、あ、でもあそこも夜やってないか。食べてこなきゃいけないとこだった。じゃない。こっちだ。ドコモとかそういうやつじゃなかったかな。だったら電波いいはずなのに。
50メートル先。これか。あれ違う。これか。ん？この道は。ああ、さっき曲がってくればストレートに来れたのか。いや、よくわからんな。結構新しいような、そこそこ年月経ってるような。これお客さんの車かな。バイクは来てないな。やっぱり一人かな。そうだ、ミイラクサンセットいうブースに到着。うで録画止めます。お疲れ様です。